着部。部。着部は、漢字を部首により分類したグループの一つ。後期時点214部首では162番目に、置かれる、七角の16番目、鳥衆の16番目。日本での通称は、侵入、侵入。字は行きつ止まりつしながら進むこと、あるいは急いで行くことを表す。道路を表す。佇みの下に足を表す。止めを組み合わせた。 会意文字である。変貌の意図としては道を行くこと、歩くこと、道、足などに関わることを示す。この時の形となって左から下にかけての尿の位置に置かれ、半方位構造を形成する。日本では、新尿、または、新入と呼び、新入の字を当てるが、この、のの字はかなである。1446年の、二。 略これの字に筆着、の字を四角に書くゆえに四尿と、江森賢治は進むの尿であるとする。侵入に限らず、活字体の規範は後期自点体、旧字体であるとされてきたが、1946年に告示された東洋漢字表では、沢、沢や浜、浜などの漢字体、新字体が採用された。後期自点体の侵入は、 点が二つで、直角の折れに、下型の払いの二点侵入、になっている。一方、1949年に告示された、東洋漢字や座代表の侵入は一点、になっている。しかし、東洋漢字表に付属する簡易自体131字の表には、侵入の一点と二点の差が記載されていない。1981年に告示された、常用漢字表に示されている。 旧字体357字にも侵入の差は記載されていない。東洋漢字や常用漢字に習い、さらに漢字全般の簡略化を推し進め、例えば、カモメのように簡略化された部分あざが型を表外字にも適用する JISX0208。当時は JISC6226 の改正が1983年にあった。しかし2000年には国語審議会が、 表外時については簡略化をしないとする。表外漢字あざ対表を答申したため、表外漢字あざ対表と整合性を取るため JIS X0213 は2004年に改正された。表外漢字あざ対表の印刷標準自体は、基本的に後期時点体に従うものであるが、侵入については1点も許容されている。3部種許容。JIS 漢字やユニコードは1点と2点を包摂する。 区別しないとしている。表外時であっても、連、進む、要、量は、表外漢字アザ対表投進当時の人名用漢字なので、表外漢字アザ対表では、常用漢字に準じて扱うことが妥当であると判断した。そのため、人名用漢字についても、常用漢字と同様に対象外とした。とし、一点侵入を標準としている、表外漢字アザ対表では、 印刷標準自体を示さない。ただし、柴良太郎の、良、大杉の、はすみしゅげるの、れなどは固有名詞であるために二点侵入が用いられる。逆に、君のように印刷標準自体は二点侵入、だが、名前では一点侵入の方を使用している場合もある。は田氏は、コンピュータ化を考慮して2011年1月4日から、れを、 一般的な表記である一点侵入に改めたが、蓮田駅は変更にコストがかかるとして二点侵入のままとなっている。JR 東日本では、逗子駅や辻堂駅も二点侵入だが、これらは自治体の地名表記、逗子市、藤沢市辻堂も二点侵入である。駅名としては他に、連駅、明蓮寺駅、駅など。中国の新寺型では、すべての漢字に、 一点侵入を採用している。台湾の国字標準自体や香港標準技型の、明朝からだでは一点でその下を、フフヘとする、会書体をかどばらせた形を採用している。ただし、Windows が搭載しているフォント再命定、新再命定は5.03半以降でないとこれに対応しておらず、それ以前の版では二点侵入で表される。韓国では、 点侵入を採用している日本では、ジス X-0208 においては、部首が含まれていなかったが、2000年に、ジス X-0213 が定められ、第3水準に部首である、ジス X-0213 で1から92から51、第4水準幹字に1点侵入、jis -0213 で2から89から73と2点侵入。 ジス X0213 で2から89から74が定義された。ユニコードでは CJK 統合漢字の他にもが、後期部首ブロックに3種類の侵入が CJK 部首補助ブロックにも含まれている。ユニコードのコードポイントは上段が CJK 統合漢字、下段が CJK 部首補助である。CJK 部首補助ブロックの型の文字には、 名前が付けられており、U プラスに EC の一点侵入が CJK ラディケルシンプラハイドウォーク、簡略化された侵入、U プラスにクドの2点侵入が CJK ラジカルウォーク1、侵入 1U プラスに ECE の1.2フフヘの形の侵入が CJK ラジカルウォーク2、侵入2となっている。CJK 統合漢字ブロックの方は本来は、 どの形も U プラス 8FB6 に統合されているが、2つの侵入の形に別の符号が与えられている g i s x レニーチさんの文章を変換する際は、U プラス 8FB6 には2点侵入を対応させ、1点侵入の、方は往復変換の保証のため、可逆性を失わないように、互換専用領域である、 CJK 五換漢字の UFA66 に対応させることとなっている。2007年末には、イタイアザセレクタを使用して区別する方法も規定された。統合漢字ブロックの型の U プラス 8FB6 の後に上の表に示したイタイアザセレクタ u e 0 x x を加えて表す。2010年には、汎用電子コレクション用のイタイアザセレクタも追加され、 その中には、アドビジャパン1の6にはない台湾、香港で使われる字型と同じ1.2不不平の形も含まれている。なお、アドビジャパン1の6と汎用電子コレクションの両方にある1点侵入と2点侵入には2つの、イタイアザセレクタが与えられたが、これは、出典が異なれば字型が同じであっても、イタイアザセレクタは統合ない方針のためである。コードポイントが若い方、 UE-0100 と UE-0101 が Adobe Japan-1 の6用大きい型 UE-0102 と UE-0103 が汎用電子コレクション用である。ユニコードの CJK 統合漢字 GISX-0208 には侵入を含む漢字で侵入の形の違いのみで分離されているものは一字もない。GISX-0213 では蒸気の部首を示すための侵入のみの字。 2から89から73、2から89から74が唯一分離されている。筆記では多く、チュフフヘのような一点侵入が書かれるが、チュチュフヘのようなもの、チュチュフフヘのような二点侵入を書く者も,もいる。筆記の会書では、貫禄辞書でも見られるように点が一つである。上記のように侵入は、たたずみととめの組み合わせであり、会書では、たたずみ、 では、の部分の一角目を点とし、二角目、三角目を続けて、不型のれに崩し、さらに、止めの横角、の五角目と縦角、の六角目を続けて、不平のような形に崩し、これらを滑らかに連続させた形である。印刷書体である、後期時典体では、佇みの下を崩した符の部分を点とし、二点侵入の形にしたのであり、 両者は、字体自体が異なっている。それゆえ、筆記する場合には、すべて一画目だけを点にすればよいのであるが、印刷書体の表外時の影響を受けたものか筆記する際にも点を二つ書いて、さらにふふと連続させる人がおり、混乱が生じている。画数は、台湾の常用国字標準自体必順学習も、例、道では四画となっている。 一画目から順に示すと、チュ、フ、フ、ヘである。筆記の解消であっても、チュ、チュ、フ、フ、ヘ、二点侵入で書く者も,もいる。一部の緩和時点では筆記であるにもかかわらず、二点侵入を掲げている。例えば、漢字源、学研では、人名用漢字の二点侵入の筆順、教科書体で、チュ、チュ、フ,フ、ヘを示している。新刊五輪。 大衆館書店では二点侵入の漢字の一部に、筆順として、躊躇不変の教書体を示している。ただし、改定常用漢字表では、どちらの印刷文字あざ型であっても、手書きあざ型としては、同じの形で書くことが、一般的である、という認識を社会全般に普及していく必要がある、と規定していい。表外漢字表では、印刷文字型。 病朝体時計と筆者の会書アザ型との関係において、会書アザ型としては一般的でないという判断に基づいたものとして、一点侵入のみを示し、病朝体アザ型に習った例を省略した。市販のフォントは、毛筆風や手書き風のフォントでも、境外時は侵入が2点に、夫婦の形が多いが、マイクロソフトオフィスにバンドルされている。 HG フォントの強化書体及び毛筆系のフォントは、侵入は一点統一されている。草書や行書のように会書よりも崩した書体では一点侵入でも二点侵入でも、ない侵入、点がないなどで書かれることがある。日本で、侵入は、常用漢字、2000年の表外漢字や座対表告示の時点で、常用漢字、人名用漢字であった字では一点侵入。 それ以外は二点侵入で表される。ただし、フォントによっては、すべて一点侵入もしくはすべて二点侵入で表示されることがある。後期時点は、すべて二点侵入であるが、数が多いため尿以外の変貌、筆くが改められたものだけを括弧に収め。和製漢字、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。